です。なんとこの度引っ越しました。引っ越したんですけども、なんでね、なんかちょっと緊迫した顔をしてるんだけど、なんとね、ごめんなさい、引っ越し日を間違えました。いやすごい、引っ越し日を間違えてしまって、今何にもない、あのちょっとね、私も意味が分からないんですけど、みんななんか全員勘違いしてて、あのね、段ボールで、ね、全部詰め込んだので、引っ越しの人も運んでたのよ。だから、あ、じゃあここのね、新居に来て、あの待つもんだと思ってたら、あのマジ一向に来ないのね。ちゃんと確認したら、今日詰め込んで次の日の朝に持ってくるみたいな変な感じだったのね。意味わかんないじゃん、それ。さっき今日詰め込んで、マジ今日大変だったのね、楽しみと思って今日から新生活とか思ってたら、マジで来ないの。もうやばい、マジで何もないの。このね、声の響きを聞いてもらえば分かるんだけど、何にもないの、本当に。なんかね、勘違いしてて、今日全部午前中に詰め込んで午後こっちに来るみたいな感じだったんですけど、だと思ったんですけど、なぜか午後に来たのね。えっ？って思って、お、胸騒ぎしてたの、うん、引っ越しの時間がさ、なんか夜できないからこのマンションが、やばいやばいつってさ、ずっとさ、ドキドキしてたんだけど、詳しく聞いてみたら明日ですよって。そういうこと、元々明日だったの。もともと明日ですよって言われて、やばいね。ちょっとハルト呼んでる。ハルト？ハルト呼んでる。何？何？マジやばい。めっちゃする。私もトイレしたんですけど、トイレ通ることない。え、ちょっと待って、できる？え、聞いた。トイレ通ることない。はい、マジやばい。俺呼ぶしたらするね。ティッシュとかない。ティッシュ何もないよ。マジやばい。なに？え？やだ。ここだって知らないもん俺。でも結局さ、あなたがする時もさ、ペーパーないからさ、おうんちできないよ。その時はその時。どうすね。その時これで。やだ。やだ。ちょっと分かんない。ここら辺分かんないもん俺。いや、行くしかない、ハルト。分かんない。あんたその声まで待てんの？頑張ってね。じゃあ行ってきます。はい、ということで買いに行きました。走られました。トイレットペーパーで開けるね。トイレットペーパーだけでいいの。じゃあもう買います。シャンプーとかでも必要だと思うんですけど、いいよ、頼まれてないからね。これ頼まれてしかいけないから。はい、ということでトイレットペーパー買いました。じゃあ今から向かいます。お帰りなさいませ。何買ってきましたか？トイレットペーパー。えら、遅かったね。めちゃ買っちゃったし、めちゃ混んでたの。なんかあの、ずっとトイレで待ってますよ、お姉ちゃん。はい、ちょっと、マジで何時間ぐらいいた？何時間もいないけど、45分ぐらい、30分ぐらい、30分ぐらいいたかもしれない。ほんとね、ほんマジで、お前あ、すごいの咲いてる、すごいの咲いてる。マジで、キモい、お前。聞いて聞いて、拭いてあげる。うん、うん、聞いてあげるか。じゃあ、行ってきまーす。痛い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 。何してるの、一人で。やっとトイレが終わったから、あ、じゃあ、ハルト渡してあげる。ガーランタイム。あれ、え、ガチ何で、水の、そう、あれ、知ってる。だって遅かったもんね。だからどこまで行ってたの。え、なんか、調べてさ、何言ってんじゃねえ。一回戻ってきてから買いに行けるの。ちょっと待って、買いすぎちゃって、この中に収まらなかったから、この中に1個入ってる。あ、でもありがたいかも。ちょっと待って、テーブルとかは…え、私が見よう、見守って。よし、行くか。いいテーブルあんじゃん、ここに。いただきます。テーブルに拡張。ありがとう。じゃあ食べます。いただきます。いただきます。テーブル持ってきたよ。あ、テーブル？あれ、ちょっと大丈夫だよ、もう。あれ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。もう終わり？もう終わり？あれ？マジ？やった。やった。よか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 った。テーブルあったんだ。Thank you.
パーティー行った時に買ったんだけど使わなかった。え、めちゃめちゃいいよ。気に入るね。いや、くそ寂しいんだけど前に寝に回ってさ、ご飯食べるのって一人ぼっちだけど、飲み物買ってゴルフ行くんだったらミルクアイスティー、マジ美味しいんだよ。ちなみに俺の時計を買ってて、お前やばで、飲み終わった。やば、失礼します。なんだ、俺ですか。でもこれなんかさ、何にもないとさ、兄弟仲いいじゃん、こんなとこに密集して。え、正直で俺ら結構仲いいじゃん。違う、でもさ、部屋があるとさ、部屋に行っちゃったりするじゃん、ハルトとかも。部屋の電気がつかなかったりするとさ、まあね、いざるを得ない。そう、いいことじゃん。今ね、お風呂沸かしてます。おわっか、あの、引っ越し日を間違えてたので、引っ越し日を間違えてたので、引っ越し日を間違えてたので、ガスと電気はつくので。寝たくないな。さ、水もさ、電気もつかないってことだよ。ちょっと待って、期待してる。下心ありますくんじゃん。見て、早い。で、ハルト石鹸みたいなの買ってきた。え、ハルトボディソープ。え、いらないと思って買ってきた。でも明日仕事でしょ。お風呂に入るそうです。はい、お風呂入ります。ここからは撮影って。撮影は無理です。でしょうね、嫌だもん、ね、ごめんなさい、みんな嫌だもん。ここは有料会員限定様なんですよ。メンバーシップ登録お願いします。5,900円か。でもタオルって最初にさ、ちなみにタオルで1枚だけだらしいです。しかもこれパッパの使用済みたいよね。濡れてる。濡れてる。みんなこのタオル使うんだから、さっきさ、髪の毛をさ、もう絞りに絞って出てきてね。え、ちょっと待って、次、パパの次めっちゃ濡れてんだけど、ちょっと待って、マジ嫌だわ。ちょっと乾かさない。ディアナ、さっきパパと同じタオル使えたかな。でもみんな使うから、あの髪の毛とかもできるだけびしょびしょにしないでね。はい、ビショビショにするよ。それ意味わかんない。初風呂入ります。ごめんなさい。はいはい、わかりました。それ大変ね。そうそう、お風呂入れんだよ。ね、お風呂入れる。うん、我慢すれば入る。さすがに明日ちょっと石鹸しかないから。え？あ、違う。ボディーソープ買ってきたんだ。ボディーソープがあるから。シャンプーを。シャンプーがないから、え、今日はお水ですね。じゃあ逆にガシガシじゃん。でもね、お湯って結構落ちるらしいよ。外国の人、うん、そうだよね、うん、らしいよね。今日それやってみな。あのさ、外国と日本で湿気とかの違いあんだよ。なんでいきなりこういうの。じゃあ頑張ってください、はい、今日は。じゃあサバイバル生活、うん、プチサバイバルで。そうそうね、はい、はい、じゃあ、はい、さよなら。はい、まず、マジで嫌なんですけど、お風呂から上がってさっきと同じ服着てるの、本当に最悪、マジで一日中これで過ごしたのね、まず、うん、もう引っ越しも、これでずっとあの物とか動かして埃まみれだし、その後ご飯も来てたし、マジで汚い服かな、これ人生で汚い服なのね。なんだけど、パジャマとか全部だったタオルに入れてるから、マジでこれなの、最悪じゃん、本当に。ドライヤーも何もしないので、自然乾燥でも髪がしがしです。もう最悪すぎる。案件？キシミンって何？え、違う表情。そうです。キシミンある。え、なんでキシミン持ってんの？なんでキシミンって？なんでキシミン持ってんの？やっぱりコンパクトでめっちゃ安くてめちゃできるから。お仕事？キシミンあった。あ、キシミンあった。なんかこういう時に便利なんだよね。もらったの、これガチで。どこで？こういうルーブの時にもらったの。え、ガチで？あ、仕組み？入れてきますね、じゃあ。しかもよりによってキシミン。キシミにちょっと気にしてたじゃん。やばいっしょ、そばかす。マジか、嬉しい。めっちゃよくね。すごいさ、タイミングよく持ってきたね。すごいな、あんた案件みたいな。え、さっきメイク落としてないから、そのメイクしない。え、メイク落としてない。メイク落としてない。ボディソープ。いや、ボディソープ、もう肌にあるそうだから水でめっちゃ吸ってないでしょ。だからね、真っ赤っかだよ、なんか。化粧品塗ってあげて。え、てかまずなんか化粧ってあんま結構落ちるじゃん。ちょっと待ってたら。ニキビ塗ってんの、私塗らないで。ニキビ塗ってるよ、自分で。ニキビエキス。マジ今ニキビエキスないから。お前本当にさ。僕のニキビをプレゼント。今イライラしてんの、なんでかって言うと同じ服を着てるから。そうだよね、みんな同じ服じゃん。これはもう明日を待つしかなくない？うん、いるかな、こんな状況で。大丈夫ですか？
るしかないのよ。ごちそうそう、なんかそんなこと言わないよ。ということで、じゃじゃん。マジで困ってる。くそ、頭全身痛いんですよ。何これ。あれ、ミノムシが。初めて寝袋使うでしょ。うん、どう。楽しい。ほら、楽しい人いる。あったかいの。マジで。すごい。めちゃめちゃ硬いね。ああ、硬いんだ、やっぱり。さ、いい寝袋買ってよ。とりあえずさ、なんか防災用でさ、揃えたやつだからさ。すごいね。こんなに一回も出てきてもらって、うちの。いや、なんかあった時のためにさ、倉庫に入れてたのよ。ああ、そういうこと。で、パパに取りに行ってもらったの。ああ、助かるわ。うん。カルトだけ、狭そうだけど、めちゃめちゃ。ちょっとさっき、今日ちょっと寝かせないので、寝かしようかな。ダメだ、俺がそういうのしよう。移動してきました。いくらでもいい。お風呂入ってないから、こいつ。明日の朝1で段ボール来るので、普通の生活に戻れるはず。お肉そのまま入ってるんですけど、水あるんで。水道水あるんで。じゃあもう寝ます。水道水飲んで、はい、今日は初めて寝袋でね。寝袋生活です、うん、じゃあなんかさ、いないんだわ、誰も。本当にね、防災バッグみたいなの用意してたらいいですよ。ということで、明日ちゃんと家具とか置くと思うので、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。お先に失礼します。お先に失礼します。